トマーシュネツイドは、チェコプラハ出身のサッカー選手。アドデンハーグ所属。ポジションは FW。2006年9月、所属していた ISK スラビアプラハでわずか17歳ながらも、トップチームデビューを飾った。2007から08シーズンの後半は FK アブロネツ97にレンタル移籍。ネツイドの加入前は広角圏に沈んでいたチームを1 2位へと導いた。 2008から09シーズンにスラビア・プラハに復帰するとスタメンの座をつかむと16試合で11得点を記録。これらの活躍からボルシア・ドルトムンと AC ・ミラン、ユベントス FC などのクラブも注目していたが2009年1月にロシア・プレミアリーグの強豪 BFC ・チェスカ・モスクワへ移籍。デビュー戦となった同年3月7日のロシア・スーパーカップ。 FC ルビン火山では途中交代で、ピッチに立つと1から1の同点で迎えた113分に、決勝点を決めタイトル獲得に貢献した。チェコ U-17 代表として挑んだ UEFAU-17 欧州選手権2006では5得点を上げ得点王となり、準優勝の立役者となった。チェコ U-19 代表としては、 自国で開催された UEFAU-19 欧州選手権2008では4得点を挙げ U-17 に次ぐ得点をおとりチェコのベスト4進出に貢献した。チェコ代表としては2008年11月19日に行われた 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のサンマリノ戦でデビューを果たしこの試合の88分に代表初得点を決めた。 熱意度は同予選で通算3得点を記録した。ありがとうございます。